c a 三十一カプロニサ十一とは、カプロニ社が製造した多発服用機である。同社 c a 一型機の派生型で、主に第一次世界大戦頃に使用された。c a 三十二 c a 三十六1九百七年、カプロニは航空用エンジン開発に尽力、そのかいあってか1九百十年イタリア発の実用服用機を開発それが、 CA-1 である。しかし、同年5月27日初飛行時に損壊。1911年より、カプロには方向を転換、単要期製作に力を入れる。そこから着々と成功を収めきたる1914年、イタリア発となる全動力式航空機を試験製作これが、後の CA-31 となる。c a 31は3発、エンジン式服用機で1915年代一時、世界大戦にイタリアが参戦すると爆撃機としても使用された。CA-36 見た目としては P-38 を服用機にして100回殴った後のような見た目である。総計3つのエンジンがある。基本的に真ん中のエンジン、プロペラが独立して後ろ向きについており、その両脇エンジン、 プロペラと支柱が水平尾翼の型まで伸びている。水平尾翼は2本の支柱同士を繋いでいるため長い。水平尾翼の上には垂直尾翼が3つある。車輪は固定式で配置は A 型。ジブリ映画、風立ちぬの最初に主人公がカプロニと会うシーン。主人公と話すカプロニが登場しているのが爆撃機仕様の CA31-32。32 33、36のいずれかと思われる。しかしそのシーンでカプロニがこれから敵の街を焼きに行くのだ。と言っていること、またその年代的にも第一次世界大戦で爆撃機として運用されていた CA-36 なのではないかと考察するのは非常に容易である。しかし、劇中の機体は少し実機と形が違う。例、工述。 乗組員他の子。基本2名。カゴの全部が銃座、真ん中が操縦席となっている。風立ちぬだと、カゴ後部プロペラの上の部分も銃座となっている描写があるまた、操縦部に2人となっている。他にも、車輪の位置が違うなどである。ありがとうございます。